モリソン類層、またはモリソン層は北、アメリカで最も豊かなジュラキの恐竜の化石産地でアメリカ合衆国西部に見られる堆積岩で特徴的な地層である低岩、砂岩、シルト岩、石灰岩で構成され明るい灰色、緑がかった灰色、または赤色を示す。化石のほとんどは緑色のシルト岩層と下部の砂岩、ジュラキの河川や 判断源由来の化石を産出する。この地層は、ワイオミング州とコロラド州を中心とし、モンタナ州、ワイオミング州、モンタナ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州、カンザス州、オクラホマ州、テキサス州、ニューメキシコ州、アリゾナ州、ユタ州、アイダホ州にも路頭がある。カナダにも異なる。名前の同じ層所の地層が存在する。 地質学者や古生物学者が路頭にアクセスできるのはごくわずかだが面積は150万平方キロメートルである。75%以上はまだ東の大草原のもとに埋められており、その西部のコチリ的範囲の多くはロッキー山脈の発達によって侵食された。1877年にアーサー湖で最初の化石が発見されたコロラド州のモリソンに ちなんで名付けられた。同年、コッツ戦争の中心地となった。コロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州では、モリソン層が、ウラン鉱石の主要な供給源であった。放射線年代測定によると、モリソン類層は1億5630万年、前に堆積した。地層の最上部は1億4580万年、前のものと考えられ、 後期ジュラキのキンメリジアン前期とチトニアン前期にあたる。これはドイツのゾルンホーフェンライムストーンルイやタンザニアのテンダグルル相と同一の創除である。年代と生物性はポルトガルのローリンにあるイとよく似ている。ミドルジュラシックサマービル、サンダンスルベルランチ、及びスタンプ類相などの様々な地層はアメリカ西部全体を覆っている。その頃、 ローラシア大陸は北アメリカ大陸とユーラシア大陸に分断されようとしていたが、それらはまだ陸橋でつながっていた。北アメリカは北へ移動し、アネッタイ域を通り過ぎた。ニューメキシコ州からアルバータ州やサスカチュアン州の南部まで伸びるモリソン盆地はネバダゾウ運動によって西に押し上げられ始めた。東向きの流域からの堆積物はエルココーチからの河川によって運ばれ。 小宅に堆積した。低地、湖、河川、氾濫源がモリソン層を構成した。北では北極海の延長であるサンダンス海がカナダを通りアメリカまで伸びていた。石炭がモンタナのモリソン層に存在するが、これは海岸に沿った層の北部が多くの植物の茂った沼地だったことを意味する。南西部には風で堆積した砂岩が見られる。これは 砂丘のある乾燥した砂漠を示している。コロラド高原地域では、モリソン層は、さらに4つの海区分、または、武装に分割される。最も古いものから、最新のものまで、以下の通りである。ユタ州シスコの南にある、ソルトウォッシュ武装の白身がかった砂岩の下にある、ティットウエル武装の赤殿岩。コロラド高原のブラッシーベースン武装。ウィンディヒル武装。 最古の武装。当時、モリソン・盆地は、サンダンス海の南岸に沿った、浅い海と日潟の体積によって特徴を付けられていた。ティット・オエル武装、サンダンス海はこのメンバーの間に、ワイオミングに交代し、湖畔や、ドロサーに置き換えられた。ソルト・ウォッシュ武装、最初の純粋な陸性層。その盆地は、季節的な日潟のある半乾燥中石平野だった。 ブラッシーベイスン武装、ブラッシーベイスン武装は、ソルトウォッシュ武装よりも、はるかにきめの細かい、火山灰が豊富なデーガンで占められている。川は、西から流れて、トゥーディチコと呼ばれる巨大なアルカリ湖と、現代のアンコンパーグルプラトのすぐ西に位置する、広大な湿地を含む盆地に流れた。モリソン・ルイソの堆積物は1億4700万年前に、終わった。 モリソン層から次の層までの3000万年間は地質記録のギャップがある。上にあるユニットは、下部白亜系のシーダーマウンテン類層、ブロキャニオン、ライトル、およびクローバリー類層である。モリソン類層の化石の多くは断片的であるが、それらは、キンメリ地キのモリソン盆地の動植物の青写真を理解するのには十分である。全体的に気候は、 サバンナと同様に乾燥していたが、植物症はかなり異なっていた。当時の主要な植物である針葉樹が、胃腸、ソテツ、木製ダ、だ、クサなどと共にいた。化石化した植生の多くは川岸であり、植物は氾濫原沿いに生息していた。昆虫は現代の種と非常によく似ており、シロアリは30メートルの巣を作っていた。川沿いには、魚、カエル、 三ウ,ウオ、トカゲ、ワニ、カメ、翼竜、ザリガニ、ニマイガイ、よび哺乳類が生息していた。恐竜も、同様に川岸に生息していた可能性が高い。アロサウルス、カンプトサウルス、オルニトレステスなど、数百体の恐竜化石が発見された。腱竜類は、ステゴサウルスと少し古いヘスペロサウルスなど数種類。初期の極竜類は少なくともミモーラペルタよび、 ガルゴイレオサウルスの2種類。最も顕著なのは、多種多様な竜脚類である。これらの種の少なくとも一部はその地域に巣を作っていることが知られているため、移住性の季節的な個体群だけでなく、恐竜にとって良好な環境であったという兆しがある。発見された竜脚類には、リプロドクス、カマラサウルス、最もよく見られる竜脚類、ブラキオサウルス、アパトサウルス、 ブロントサウルス、バロサウルス、珍しいハップロカントサウルス、マラープニサウルス及びスーパーサウルスなどが含まれる。竜脚類の多様性は、それらが全て共存できた方法についていくつかの疑問を提起した。体の形は非常に似ているが、全てが同じ時間と同様の環境に存在するために、彼らは非常に異なる接触戦略を持っていると想定されている。 ただし恐竜たちは川辺で生活していたとはいえ、決してついたちのほとんどを水中で過ごしていたのではなかった。これは原生の造彩とカバワニの分布と照らし合わせるとわかる。森村層の豊かな環境は多数の住客類を共存させており、彼らは多少なりとも餌をめぐる生存競争が起きていた。サイトトトクオリー国立恐竜記念公園の 恐竜採掘場ビルディングモリソン類層の重要な化石の発見が行われた場所は次の通りである。コロラドフルータ古生物資源エリアユタ州、ワイオミング州イと比較、モリソン類層は、タンザニアのテンダグル類層及び、ポルトガルのローリンニア類層に相当する。年代的には、ドイツのゾルンホーフェンライムストーンとも同一である。ありがとうございます。